マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。これから運気が劇的に向上し、良いことが次々と起こるアファメーションを行います。聞き流しても結構ですので、ぜひ最後までリラックスして取り組んでください。さて、これは以前2チャンネルで話題になった1993が実際にお金を引き寄せた非常にシンプルなアファメーションです。1993というのはその方のスレッドの番号でしたが、その後も次々とそのシンプルなアファメーションで引き寄せを実感している人が続出しています。今日はこの199式アファメーションをもとに、運気を向上させお金を引き寄せるアファメーションを行っていきます。アファメーションを行う際には朝と夜に最低でも20回繰り返すことを推奨されています。ですので、これからのアファメーションは10個の言葉を20回繰り返していきます。アファメーションの解説者の中には1000回アファメーションを行うと良いとも言われていますが、ここでは合計で200回のアファメーションを行いますので、1日5回聞き流していただければ1000回アファメーションも可能になります。ぜひ繰り返し、自分自身にポジティブな言葉やいわゆる天国言葉を語りかけ、潜在意識に素晴らしい恵まれた自己イメージを浸透させていきましょう。それではリラックスして心を解放させてください。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう。感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう。感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう。
感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう。感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう。感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう。感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう。感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。
ありがとう、感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう、感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう、感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう、感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう、感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。
ありがとう、感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう、感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう、感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう、感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう、感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。
ありがとう、感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう、感謝します。私はとても運がいい。なぜかわからないけど、私にはお金が入ってくる。私はお金持ちになる運命のようだ。今月も臨時収入があった。私は幸せになる運命だ。私にはいつも最高のタイミングで良いことがやってくる。私は大丈夫。いつもなんとかなる。私は恵まれている。ありがとう、感謝します。